Google ノートブックは Google が提供していた無料の Web アプリケーションである。2006年5月10日に発表され、同年5月15日にサービス開始となった。ブラウザベースのツールでメモを書いたり、テキストや画像を貼り付けたり、各種ページへのリンクを保存したりできる。情報はオンラインのノートブックに保存でき、ノートブックには共有機能や共同機能がある。 ノートブックを公開することができ、公開か非公開かを問わず複数ユーザーがノートブックを共有しての共同作業が可能である。機能限定版としてミニグーグルノートブックがある。これはモジラファイ Firefox とインターネットエクスプローラーのブラウザ拡張機能として提供されている。このブラウザ拡張機能を使うと閲覧中のページを離れずにコンテキストメニューの オプション指定で情報を切り取ってノートブックに貼り付けることができる。Firefox 用拡張機能の最新版は1.00.22である。Firefox 用拡張機能がリリースされた数ヶ月後、Google はログインユーザーの言った検索結果にメモを追加リンクを付加した。そのリンクをクリックすると画面の右下に Ajax ユーザーインターフェースが表示される。 この時、ブラウザ拡張機能はインストールしていなくても良い。各ノートブックには、題名と内容がある。新たなメモを書き込むと、ノートブックの一番下に追加されるが、ミニノートブックのサブウィンドウで、事前設定した挿入ポイントに追加することもできる。ノートブックを展開すると、ドラッグドロップで、ノートブック内あるいはノートブック間のメモの移動や、整理が可能となる。また、 ノートブックを Google ドキュメントにエクスポートすることもできる。2007年11月1日にはラベル設定も可能となっていた。2009年初め Google はこのサービスの開発中止を発表しバグ修正などが中止された。2011年9月には数ヶ月中にサービス提供を中止すると発表され、2012年7月にサービスを停止した。 保存されていたデータのほとんどは Google ドキュメントに自動的にエクスポートされる。ありがとうございます。